皆さんこんにちは、アフロート名古屋の鈴木です。今日は一番簡単なワンカールボムの巻き方をご紹介します。まず用意するものは32ミリの固定とワックスです。では巻いていきます。まず耳と前、耳の前と後ろに分けて巻いていきます。顔の横は顔を火傷しないように気をつけてください。ワンカール巻いていきます。巻けたら後ろ、首火傷しないように少し顔を傾けると火傷しにくいです。反対側も同じように巻いていきます。両方巻けたらコテを一度置いて上のトップを巻いていきます。毛先からこのカールしていきます。一番下のパネルは火傷しないように下を向いて巻いていきます。これだけでも簡単なワンカールなんですが、さらに動きを出すためにサイドの上のパネルを取って巻いていきます。前髪は取って上に上げて、手をこういう風に当ててもらうと簡単なかき上げ風のヘアになります。これで全部巻けたら、分け目が出るとボリュームがここだけなくなってしまうので、こう指でジグザグに取っていきます。で、ワックスを作ります。これぐらいのワックスとツヤにオイルを足して混ぜてつけていきます。内側から全部上に上げる、空気を入れるようにつけていきます。さっき上に巻いたパネルがワックスをつけると少しふわっとしたワンカールになります。で、完成です。